を持っての記念撮影に応えているところです。それでは今日の試合振り返っていきましょう。今日の先発は今日のヒーローインタビュー受けていました和田です。1回の裏その和田から今日スタメン抜擢ハンソン、このホームランが出ると出た時にはね、まあ、ファイターズが今日行くのかなという、ね、そういう雰囲気になりました。はい、素晴らしいホームランでしたね。はい、最後の、ね、フォアボールも非常に良かったんですが、うん、2回です。ファイターズの先発は上沢、フォアボールでランナーを出して栗原、この打球がここまで飛んでいきました。いや、噂は悔やまれるですね。行ってもらった後の先頭フォアボールからのですからね。そうですね、うん、そして2回の裏、和田はこの上川畑を空振り三振取ったところ、2回を投げ切って史上93人目 NPB 通算2000投球回達成ということになりました。そして3回、その和田から2アウトランナー3塁とチャンスを作ります。松本剛、ただここはショートゴロ、得点とはなりません。まあ、2対1のまま5回に入ります。5回の表ホークス、この川瀬のあたりアルカンタラのこのバックハンド、さらにはマルキネス、そしてツーアウトランナー三塁、また2番のシュート。春田さん、このセカンドゴロちょっと内野安打覚悟しましたよね。いや、本当にしましたね、いいチャージでしたね。そうですね、ここは攻めのプレーアルカンタラ。6回の表ホークスはツーアウトランナー一塁、柳町を空振りの三振、この三振で上沢も NPB 通算1000投球回達成となりました。両先発がメモリアルは珍しいんですよね。珍しいですよね。新庄監督も拍手で称えました。試合は8回の裏、ファイターズ、モイネロの前に9番の江越空振りの三振、ツーアウトを取ってからアルカンタラも空振りの三振。今日もエスコンフィールドでこのモイネロの攻撃の前にやられましたファイターズです。そして9回の裏はオスナ、ツーアウト追い込まれて4番の野村、角度は良かったんですが伸びはなく試合終了。やはりホークスのリリーフ陣非常に強力でしたね。強力ですね。でも和田投手も先発和田投手も良かったし、はい、今日はなかなか難しかったかなと。そうですね、最年長42歳と3ヶ月、その和田が姿を現しました。まあそうですね、この人が今日はヒーローです。それではインタビューをお聞きいただきましょう。全国の、そしてエスコンフィールド北海道にお越しのホークスファンの皆様、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは見事2000投球回達成の和田剛投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは自身4勝目となりました今日の試合から振り返っていただきます。いかがでしたか。まあ、状態は、ね、すごくいい状態ではあったので、その中で、ね、本当スタートでいきなりホームランを打たれてしまって、その後すぐ、ね、打線が、取り返してくれたので、本当になんとか5回まで、勇気を持ちながら、ね、投げることができました。今日の試合で史上93人目となる2000投球回達成となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。大栄
ソフトバンクとホークスでの16年間で積み重ねてきた数字です。どう振り返りますか？そうですね、まあ、たくさんね、怪我もありましたし、1年半投げれなかった、ね、肩の、故障というのもあったんですけども、まあ、本当にたくさんの方に支えられて、ここまで、投げることができましたし、まだね、まだまだ投げられるように、はい、頑張っていきたいと思います。ホークスの左ピッチャーとしては史上初の2000投球回ということです。はい、ありがとうございます、はい、そして42歳と3ヶ月での達成というのは NPB 史上最年長での達成ということになりました。はい、まあ、それがね、いいことなのかすごいことなのかすごくないのかちょっとよく分かんないんですけど、はい、まあ、本当はね、元気であればもっとね早い段階で、達成しないといけない数字ではあるんですけども、本当に、まあ、この年でもね、達成できたっていうのをね、本当に周りの方々に本当に感謝したいと思います。まだまだ続いていくと思いますが、ここまで長く続けてこられているその秘訣はどんなところにあるとご自身で思いますか？いや、そう、どうですかね、はい、すいません、分かりません。はい、まあ、でもね、本当に野球は本当に好きですし、野球のためにね、本当に何をすればいいかということを一生懸命考えて、たくさんの周りの方にもね、本当に助けてもらいながら、ここまで来れたので、これからも、まあ、たくさんまた迷惑かけるかもしれませんけど、また一球一球ね、次の登板に向けてやっていきたいと思います。それでは最後に、チームは3連勝となりました。ここからの意気込みをぜひファンの皆さんにお願いします。はい、本当今日もね、中継ぎ皆さんに、勝たせていただきましたので、また次の登板をね、もっと球数を少なくして長いイニング投げれるように、はい、また頑張っていきたいと思います。本当今日はありがとうございました。おめでとうございました。見事2000投球回達成の和田剛投手が今日のヒーローでした。おめでとうございます。ではちょっとスタンドが、さあ和田剛投手のヒーローインタビューでしたが、まあね、達成感の中にもこうまだまだ道半ばだぞというそういう雰囲気も感じられましたね。だって今日のピッチング見たらそうでしょ。だからやっぱ僕は200勝できるピッチャーだと、ね、今はなかなかそういう200勝届かない時代というかね、はい、の中でやっぱりヤクルトの石川投手だったり、ね、和田投手だったり、こういったこう技巧派っていうか、まあ、和田投手に関しては僕でも今日見てやっぱ改めて全く落ちてないなっていうか、逆に良くなってるなぐらい感じるんで、まだまだ投げれると思いますね。衰えを全く年々普通衰えていくもんですけど、全く感じない選手ですね。またアメリカからね、こう帰ってきてまたちょっとパワーアップしたようなその感じもしますよね。いや、謙遜してましたけど、やっぱ相当なやっぱ努力がないとここまでできませんし、はい、うん。